パラシュート上げないと。急いで急いで。ちょっとここ20メートルないんですけど、ちょっとジグ落としてみますね。 FK ジグから行きます。もう反応消えたね。まず普通のただ巻きから、次はめちゃゆっくり。おし、いっと。よし、ゆっくり巻きが良かったのかもしれない。大門旗だ。はいはい、大門旗ですね。ベイトのとこにいたのかな。ギリかな、ギリキープできるサイズかな。あ、カニ食べてますね。ね、少しね、沖に来ました。水深35メートルぐらい。今なんか反応が出ましたね。よし、ヒット。着底と同時にヒットかな、これ。荒株、大門旗のショーですね。はい、さっきよりは全然違うな、大きさが。おし、いっと。あ、よしよしよし、乗ってる乗ってる乗ってる。よしよしよし。いや、なんかこれは撮りたいな、この感じは。この感じは頼む。シリーダー入りました。やった、イサキだ。よっしゃ、あー、やった。丸々太ってるイサキだ。やったー。はい、釣れました。イサキですね。はい、あー、いいイサキだ。お腹パンパンしてますよ。パラシュートアンカー落としますね。そうしないと、ね、東の風がすごく強くって、すごくまではないけど、流されちゃうんでね。もう止めますね。よし、 OK。 よし、いった。止めた時に乗ってきた。食い上げた感じ。出てるラインが。嘘やろ。わ、あんまり下に行かれると困るな。よし、パラシュートが。パラシュート上げないと。よし、パラシュート上げました。さあ、これちゃんと撮りたいな。なんだろう、よいしょ。
よし、巻き始めます。よし、巻くよ。少し浮いた、少し浮いた。よし、浮いた分出されるけど、もうドラグはもうこのままでいきますね。よし、ようやく色が変わった。あー、くそ、せっかくグリーンになったのにまた紫になった。強いな、なかなかこれ。よし、グリーンも終わった。グリーンも回収して、今度は黄色。だいぶ上がってきた。黄色も終わった。黄色まだ。なんか見えましたよ。なんか見えたけど。よし、よし、丸飲みじゃないか。丸飲みしてる。よいしょ、力尽きたか。よいしょ、よいしょ。ブリですね。あんな喉の奥まで加えてますよ。重たい、なんちゅう重さや。これね、これスウィートウォーター126というカヤックなんですけど、これ横幅が80センチはあるんですけど、それを超えてますね。ちょっと魚の向きが逆ですけど、ここがなんでこうなってんのか分かりませんけど、この辺なんか傷が入ってんのかな。よいしょ、まずは針を外しましょう。よし、糸フォールで乗って、あー、バレた。うわ、今、あ、乗ってる。あー、バレた。あ、イサキだろうな、これ多分。よし、え、フォールで乗ってたの。うわ、大物旗か。大物旗でしたね。はい、贅沢だな。大物旗かと。さっきのはだから
結構上に浮いてたやつはイサキでしょうね。お、ヒット。フォールでヒット？あ、なんか力が弱いのがヒットしてますね。あー、見て、イワシが3匹釣れました。こんなのってある？見てください、これすごいわ。これ FK ジグって、これ逃がしてあげましょう早く。よし、ちょっと100均の 40g のメタルジグに変えますね。100均です。これティップランロッドですね。水深 28.5 か。ん？うわ、今の来とったと思ったら、よし、来てるね。よし、ホールで乗ってた。くそー、イワシだ。このイワシ見てください、これもう。これをそのままぶら下げときたいな。ティップランロッドめっちゃ使いやすいですね、カヤックでね。あの、軽いし細いし長さもちょうどいいし、いうことない。青物用のティップランロッドであればいいのにね。あるかって。さっき乗らなかったのはイワシだろうな。うわーち、うわー、フォールで、うわわわわわわ、青物じゃないと思うけど、え？いや、嫌だよ。イサキであってほしい。よし、リーダー入ってきた。イサキだ。やったよし、あ取れた。あー、よかったよかった。うわー、このイサキもまあでかいわ。フック3本かかってたらもう絶対バレんよね。めっちゃうまそうだこいつ。ほら見てくださいよ皆さん。40センチオーバーだからね。ないから、これほら。わあ、やった。